まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。1番のプレイヤーは発言してください。これ人狼ゲームの基本なんだけど、絶対初日ムラリない人釣った方がいい。ムラリない人、まあムラリない人って典型的なのがまずスムラスカシ、あとちょっとなんか変な声で喋ってるのも強靭アピールとかもある。俺それも強靭アピールに見えるからムラリないと思うし、ムラスラとかあとヤクスラ、あんまりメリットないことやってる人つっといた方がよくて、なんでかっていうと、その人残しとくと多分占い心理って間違う可能性も十分あるから、絶対初日はムラリない人いたらそこつる、いなかったらもうちょっと違うとこつるんだ。もしいたら全員でそこつりましょう。2番のプレイヤーは発言してください。はい、しようないです。まあ一番の言いたいことは、まあまあまあ理解できるところはあるかなと思って聞いてましたね。まあムラリないとこうつる、まあ役ムラスラとか、まあそこら辺に関してはまあわかるなと思って聞いてました。まあそうですよね。まあムラスラはもう俺は脳死でつる思考を持っているので、まあ変なムーブはしないでほしいなって思ってるんで、まあそれは一番に同意ですね。まああとはシンプルに思ったこと言ってほしいですね。まあ他の人と視点が違えど、俺はその発言を素直に述べてほしい人物ですね。はい、まあそんな感じ。まあ思ったこと言っていきましょう。はい、以上です。3番のプレイヤーは発言してください。うん、はい、そうですね。私もプレッシャーかけてくって意味ではそういう進行でいいと思ってますよ。あの明らかにわざとやってる人とかに対して理由はもういらないとは思いますが、まああのまあ SG 値釣ってくだったら場合はやっぱり理由をね言ってほしいと思う。ただ明らかにわざと怪しい動きしてる人とは、釣っていきたいと思ってます。だけどまあ1と2と、まあ、進行は似てるというか、村のこの進行に対してのその人狼側の、進行をスムーズに進まさせないための進行だと思ってるんで、1と2には色はつかないですが、私はそれでいいと思ってます。だからわざと変なムーブしたところは聞きたい。4番のプレイヤーは発言してください。あ、お願いします。村人陣営です。そうですね、1番さんから3番さんに関しては、まあ、変な人を、まあ、釣る、まあ、村すら役すらに関しては釣る、まあ、そうですね、俺も同意です。まあそうですね、全員に、まあ、1番さんから3番さんに乗っかろうかなと思ってます。まあそうですね、あとはうん、そうだね、村すら役すら、まあ役すらはとにかく村すらで、もし片白が含んでも俺は容赦なく釣ります。はい、ムラスラして、でそれで片白含んでるだろうが関係なく僕は釣ります。もしかしたらね、まあなんていうん、占いっていうかね、まあ初日囲って破綻っていう可能性も全然ありえるんでね。はい、乗りますよ。1番さん、2番さん、3番さん。はい、以上です。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、俺は片白だったら釣んないんで、な4番と意見合わないと思いました。まあなんか白先含めた欄にした時って、せっかくじゃあ狼占いとか狂人占いがスムラに白刺してて、新占いがスムラに白刺してる時って、まあ、グレーに二人街なわけじゃないですか、グレー釣りだったらね。で、まあ、グレーのスムラから主張する位置として自分以外を釣れば絶対人街が釣れるんだけど、なんかそういう場面でわざわざ白先に欄を持っていく意味が俺は分かんないから、普通に占わせればいいと思う。まあ、そこの発言的に人街要素があったとしたら、まあ、占う必要はないかもしれないけど、わざわざ白先から釣る意味はあんまよくわからんし、なんか占いに白で破綻って4番が言ったのがよくわかんなかったです。このゲームって多分破綻するときって確定役職に黒打ったときぐらいじゃないと思うから、あ、まああと自分が占いに白刺して3勝になったときに、まあなんか釣って、もうじゃあもう一度6番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。基本的に5番さんの意見は良かったと思うけれども、4番は5番に対してどう映ったのかまでは喋ってほしかったかなっていう感じかな、うん、それぐらいの感覚。かつ、俺はムラスラが、確実的におかしい動きとは俺は思ってないから、別に一角するんやったらそれではムラリになる可能性があるから、俺は全然いいとは思ったっていうところが1点ね。うん、ぐらいかな。誰も異論が全然落ちひんなとは思ってるけどね。全員が全員乗っかり、全員が全員乗っかり、全員が全員乗っかりになってるわけやから、正直議論にはならんかなと思ったけど、
っていうところかな。かといって俺がこれで発言するっていうのも何にもないよね、はっきり言って2週目以降になっちゃうんやけれどもね、まあ、若干だけ言うんであればよかっ基本的には良かったけど、5番が4番に対して、どう映ったのかだけ正直言ってほしかったから、そこだけかな、はっきり言ってぐらい。以上。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、気になったのは1番に関しては、これは聞こえ方の問題かもしれないけど、黒いところよりもムラリない方を釣りたいっていう意思に感じたから、もしまあ、ね、1周目聞いた段階で黒いところがいたとして、そこを釣りたいのか、それとムラリがない人と黒い人がいた場合に、黒い人よりもムラリがない人がの方が釣りたいのか、それともムラリがない人が黒い人に直結してるっていう思考なのかが知りたかったかなぐらいで、6番に関しては5番に4番のどう映ったのっていう思考を述べてるんだけど、それって6番もあのムラスラに関して、まあ、結果的に良くなる場合もあるよなってなった場合って、2番とか4番ってムラスラをした段階で釣るって言ってるんだけど、そこに関して全く言及しないの何って思ってるんですけどね。それで5番が4番に視点向けないっていうところ、視点どうやって見てるのかなって言ったら、6番も2番4番どう思ったのかなってめっちゃ気になったから、特大ブーメランかなと思ってるから6番が怪しいと思っています。8番のプレイヤーは発言してください。はい、特に必要ないです。まあ、釣りたくない位置5番と7番現状ですね。現状の私のスケールで釣りたくない位置5番7番、まあ、釣りたい位置4番時点で1番ぐらいかなと思ってます。でまず釣りたい位置からで4番について、5番が言った通りなんですけど、片白を釣る意味が全くないと思っていて、例えば占いに CO の状況下で片白を釣る場合だったら、その白先を出してる占い師を芯切ることになるから、だったらその占い師でない方の占い師のグレー視点を詰めた方が強いと思ってるから、だから4番釣りたいで、1番に関しては、まあ、前半は良かったんだけど、最後のムラリない人を釣りたい理由、占い審議が間違うから釣りたいっていう理由がなんかあんまりしっくりこなかったから、時点で釣りたいと思っている。で釣りたくない位置5番と7番については、まあ、5番はさっき4番の指摘が同様の感情だったから、7番は2周目で言います。以上。9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。釣りたくない位置6番7番で、釣りたい位置はちょっと広いけど3、4、8あたりかなって思うっす。3、4、8、3、4に関してはね、なんかその位置で進行論だけかって思ったから、だから思ったっす。だから5番が4番にまあ視点向けたのは、まあ位置的な問題もあると思うけど、まあ片白つるつらないの問題があったから、ただまあ位置的に5番が得してるなと思ってる程度だから、3、4、5の比較に関しては。で8番が1かって思ったっす。1って別に何の要素も落ちてないと思ってるから。で6、7釣りたくないのは、6はなんかね、色全く落ちてないから、なんかひねり出そうとしてる人物に見えて、まあ7みたいに殴る人いるんだろうなと思ったから、7は普通。止まった。1番のプレイヤーは110で行こう。110で、まあ58ロロかな。ちょっと待って。あーマジか、霊能刺さってんのか。太鼓、あ2番が俺に白で3番が5白か。これ3、5、ローローかな。あのね、5番さんの黒要素は、俺4番さんめっちゃ白いと思ったのよ。あの、人狼ゲームによって初日囲いってめっちゃ強いんだよね。例えば、これ3、5、ローロー。3、5、ローローの時に、これ自分6は霊能だけど、6番強靭刺さったらグレー一切人外一人も釣れないのね。だから結構初日囲いって、安定は安定なんだよ。だから4番さんってそこまで考えてる人ってことは、俺そこめっちゃ評価して、そこ5番さんが4叩く行って、もう夜の間に相談してたんじゃない？
加工相談してた時に今日加工ってって。で、産後同士で囲ってた時に4番さんが片白釣りってなったら当然5番さんって嫌だよね。8番さんがそこを評価するのが俺は違和感あったから、1釣り押しも。俺産後老老なんじゃない？で、2番さんの教人が俺はご主人と思って白打ったんじゃないかなと思ってるけどね。まあ、3釣って俺、噛まれそうだけど、まあ、護衛ちょうだいね。霊能に刺さってるから、霊能刺さってると高確率で抜かれるから。2番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、1番強前3番狼っていうのが、まあ、実践ですけど、あったわけですね。まあ、3番前片軸って考えると、まあ、ぶっちゃけどことつながるかって考えると、まあ、ライン的にはあんまり見えないんですよね。まあ、3番ってさ、ぶっちゃけ1番2番に乗っかっている構図で、まあ、4番は別に素顔した場所って別に片白でも釣っていいっていう言ってる人物でしょ。まあ、で7番は結構俺評価してて、まあ、別に7番のドック指摘は結構通ってはいました。まあ、確かに5番が4番に対してどう思って乗って6番が言った時って、まあ、6番も4番に対する印象俺は読めるべきかなと思っていたから、まあ、シンプルに7番っていうのは、まあ、6番に対する指摘は通っていたかなと思ってるんですけど、まあね、4番が言ってることってさ、4番って仮にね、狼同士で囲っていた場合に、そこから、そこで、片白から釣った時に、黒結果が落ちれば、まあその占い師が破綻するよねって、多分それをただ4番が言ってるだけだと思ってるから、別に言いたいことは、まあ俺は少なからずわかるんですよね。俺は。少なからずわかる人物ですね。まあ実践で結構3番5番労働っていうのは盤面上結構多いかなと思ってて、まあ現状、まあ鈍進行っぽくなってる状況下で、まあ3番っていう狼の人物が、まあどこに白を打つかって考えた時に、まあ相方を囲う構図かなと思ってるし、まあシンプルに、まあ6番の意見を借りるんだったら5番目線に4番どう打つかっていうのは、まあ言うべきだったのかなっていう思考を借りると、まあ思うところがあるから、まあ3号労働で結構見えるかなと思っちゃってますね。はい。まあ、盤面上、まあ、自分が一番噛まれる盤面界だから、まあ、護衛欲しいですが、まあ、護衛に関しては岸さんに任せます、俺は。はい。まあ、今日は3番の釣りからお願いしますね。はい。ああ、もけもけさん、ありがとう。サブで、サブで7000人ね。まあ、2番ローの一番強靭かなって思ってます。バーさんって全然グレーの成果してないんで、自分で死にに行こうとしてますよ。明らかに。だから2番が1番に白出してるし、1が釣られればいいやって思ってると私は思ってます。で、2番目線3の相方は5だって言ってますけど、あの5を囲う理由ってありました？1から4までずっと同じ進行いってて5番が4番のこと叩いてるんですよ。5番って白く見えますよね。なんで俺が3番で5に黒で囲うっていう精査が出るのかさっぱりわからない。まあでも今日は情報釣りになると思うんで、まあ、一番言ってほしいかなと思いますね。私目線は5番が白が出てるので、8番が5の、5と7が印象がいいって言って、多分それは、もうちょっと言えないな。4番のプレイヤーは発言してください。なんか単純に今の1番さんから3番さんの占い師の発言聞いたら3番さん死んないなって思ってた。理由なんだけど3番さん目線2番さん61強って言ってたんだけど、まあさっき3番さんの発言言ってた2番さん普通に単純に死んないなっていう発言、まあなんか自分釣られればいいやって話なんだけど逆じゃないかなって思って、2番さん強靭で1番さん狼だったらまだわかるんだけどね。わかるんだけど、でも今の3番さんの発言聞いたらちょっと今死に置けないから、今狼狙うとしたら3番さん行ったかなと思っている。でそうするとまあ5番さん5789なんだけど、広いんだよね正直。で僕正直言ったらね、3番さんもう行ったらもうグレーもう行っていいかなと思って、今のまあ村目線で分かった通り3番さんのシーン追いますかって話はそこなんですよ。僕はちょっと3番さんのシーンはもう切っているんで、2番さんと1番さんのどちらかに俺はもう絞っています。そうするとまあ、1番さん6シーンだから、まあ、正直グレー値が広いんだよね。でもグレーの精査するとまあ、8番さんと9番さんが乗っかったのが引っかかるんだよね。まあ7番さんはまあ確かにまあ6番さん、まあ時点で入れたのはまあ、
いいかなと思って、いい理由に限ってはまあそうだね、六番さんはまあ結局俺に関してどう思ったんですかって話、そこなんですよ。そこは六番さんまあ霊能だったからよかったけど、よかった本当に。だから5789なんだよね。まあ5番さんのまあ初日学校行くか、もしくはまあ789にいるのか。まあでも今のところ7番さん今狼目はない、今ないと思ってるんで、589の中からいるんじゃないかなって思っているんで、はい。私は狼狙うとしたら3番さん一択でいきます。その後グレー詰めで結構かなと思っているんで、以上です。5番のプレイヤーは、まあ、発言してください。破綻っていうのはじゃあそういうことだったんだったら、じゃあ俺のミスですか。ただまあ白先含めたランにした時って、じゃあグレーの狼からした時には、そこの白含めたらグレーが広くなるから、まあ、逆もしかりじゃないと思う。俺が狼でやってる可能性もあれば、グレーに残ってる4番さんが白先含めたらグレーの4番さんの釣り位置が白先含まるから、まあ、そこも釣れるって考えたらグレーが広くなんじゃん。とも取れるくないって1番さんに思うから1番さんの心象は悪いですけど、まあ、3番を盤面上処刑した方がいいと思ってて、まあ、そもそも3番と5番の人狼が追われているっていう状況と、3番さんの行動が多分進路だと思ってるから、多分ね、3番さんが2番に釣りをかけてる時点で3強の時って1進2狼に見えてるから、多分3番が2番をわざわざ人狼塗りすることがあまりないかなって考えた時に、3番が進化狼だと思うから、3番を処刑して3番が白結果が落ちた時に多分5番の白買ってもらえると思うんですよ。だから今日は3番処刑した方がいいと思ってる。でね、4番で気になってる点は、3番の芯がないっていうところについては、まあ、4番なりに言語化してたんですが、狼狙うなら3番っていう目線ってどっから出たんと思ってて、3番のどの要素が狼だったのかっていうの4番さんの発言から言語化されてないわけね。4番さんは3番が偽だと思っただけで、3番さんの中身が人狼だっていうことを知ってるのかなって少し思っちゃいました。だって4番さん視点で3番の偽要素上げてるけど、狼要素上げてないよね。俺みたいに3番が強靭でない要素上げてるから、俺は3番が黒が落ちるか白が落ちるかの2択で、白が落ちたら死んだと思う俺は。だから4番のその点が引っかかってて、なんか1番に視点当ててんのって7番さんもじゃなかったっけ。これ俺の把握もあるから、7番が1番が黒い位置よりもなんだっけ、SG 位置を釣りたい思考なのかなみたいな思考で1か6って言ってた気がしたんだけど、まあこれが俺漏れてんだったらあれだけど、9番が8番にしか視点当ててないのが違和感だったけど、まあ、そこ俺が漏れてんだったら申し訳ないです。ただまあ4番以前気になってるけどね。はい。6番のプレイヤーは発言してください。今日は3番で俺が色見たいなとは正直思ってる。騎士は潜伏して噛まれんといてくれと思ってます。はい。もう乗っ取りうんぬんかんぬんではなく、もう噛まれんといてくれ。ただ一択。はい。3番の色見て。3番5番っていう視点が正直俺には正直分からんねんな。だから5番ちょっと分かっちゃう。配信頑張りますね。まあそうやね。もう俺はな、ちょっと最近自信をなくしているんだよ、ね、のでね、進行は取りたくない、はっきり言って。はい、もう進行は正直取りたくないと思っていますが、今日は3番落としでちょっといきましょうか。確実な方法で色をしっかりと見てっていうところかな。とりあえず騎士は潜伏しておいてください。はい、もうこれは潜伏の方が絶対強いと思ってますんで、よろしくお願いします。以上。7番のプレイヤーは発言してください。まず5番さん、僕は1番も怪しいって言いましたよ。1番6番って言いました。はい、2周目1番さんから答えは返ってきませんでしたけど、どっちって思ってるんですかね。僕は知らないですけど、まあ、とりあえず占いに関しては僕1、3、まあ、どちらも偽っぽいかなっていう消去法の2進かなと思ってるかな。1番に関しては5倍の指摘はおかしいと思ってて、そもそも4番が言っている片白を釣りたいって、ムラスラをしても片白を釣りたいって発言しただけだから、なんだろう、その普通に普通のとこからラン含めるって話なのかな。なんかそこがなんか4番5番の解釈の間でごちゃごちゃになってる気がするから、そこに関してはおかしいけども、4番の原文はムラスラをしたとしても片白から釣っていくっていう発言を初手は残してたから、そこで5番が3号で囲いたいからっていうのはちょっと僕はちょっとそれは理解しかねえるなと思ったっていうのと、で3番が3号を否定するときに3番が言った論がおかしいなと思っていて、3番言ったのは5番が4を叩いたあの段階下で1、2、3、4と乗っかっていて、5番が4を叩いたから5は白い、そこにわざわざ5番が白くなるのにわざわざ囲いに行かないだろっていう3番の
論が全く分かんなくて、別に5番が4体で白いとはならないし、仮に白かったとしてもそれは囲わない理由っていうのは、逆を精査した時にあえて囲うということができてしまうから、全く論通ってないなと思ってるから、まあ、3、1どちらもおかしいと思ってるかな。まあ、1に関してはちょっと解釈の違い説。8番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。まあ占いに関してはおのおのでいいかなと思っていて、私は1か3でいいと思ってます。はい、それは割愛します。でグレーに関して、まあ先ほどの週で5番7番について、まあいい印象だったということを言ったんですけどね、まあ2週目も5番が結構いいかなと思ってて、っていうのはまあ4番の発言であったんだけど、3番を偽狼と見て釣りに行って、次の日はグレー釣りだっていう話をしてたんだけど、それ1週目も言ったんだけど、だったら2週目1か2が西にいるんだったら、それ視点のグレーを詰めた方が強いってところが、やっぱ意見の違いなのか分かんないけど、そこがまず合わないってところで、4番が偽目に見える、偽目というかまあ人外目で見えている、まあそこを指摘したのが5番だったので、まあ若干ムラ目で見えてて、で9番に一つ返したいのが、何だったかな、9番が言ってたんだけど、私が1番を釣りを行った理由がわからないよっていうことで、3番4番8番っていうことで釣り位置を上げてて、まあ、釣りたいって言ったのかな、3、4、8を釣りたいって言ったんだけど、その1番を釣りたいって言った私の発言についてちょっと弁明をさせてもらうと、まあ、ムラリがない人を釣るっていう発言は分かったけど、その理由として占い真偽を間違うから釣りたいって言ったこと、それがよくわかんないっていうことですね。はい、ムラリがない人を釣る、それは最終盤面が濁るからとかなら分かるんだけど、占い真偽を間違うからっていう理由でムラリのない人を釣りたいって言ったのがよく分かんなかったから釣りたいって言いました。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ初週なんて感覚みたいなもんなんで、別にそんな弁解しなくていいっすよって思ってます。まあ時間足りないんだよね、最終位置の60秒って。これがね、7番に対していいなって思ったのは、6番が無理やり様子を落とそうとして、なんか色落ちねえなって言いながら、なんか様子を落とそうとして、頑張って5に対して4どう見えたのか教えてほしいって言ってたのが、すげえ様子を落とそうとしてる人物だなって思ったからよくて、でもなんかシンプルな考察したら、6の5言及ってなんか変に感じるんだろうなって、シンプル思考の人からしたらね。だから7が割とシンプルな思考で6殴ってるから、まともなんだなって思ってたから。で、8がまあ、8も1って言ったから、あ、8も1かって思って。だから別になんか理由がわかんないとかじゃなくて、あ、1なんかって思ったの。7はなんか6殴りがいいなって思ったね、単純に。っていう感じです。それはね、なんかみんなと違う予想で3番偽かなって思ってるのが、3番ってなんか、自身が2番に精査されてることを認めてんじゃねえかなって思ったから、ありがとう。3番がもし偽だった場合に 1,2 の内訳は分かんないとしてもね、3番ってなんか2番に対してなんかわざわざ自分が5に白打つと思うんですかとかって言ったから、なんか2に精査されてることを認めてそうだなってなんか感覚なんですけどね、思ったんですよね。3視点2が人外確定だとしたら2おかしいですよで普通にいいと思うから、だから2のせいでさ、間違ってますみたいな感じでいただきたいと思うので、持ってなさそうだなって思ったんですよね。で、1が4に対して片白をもつるっていう思考が村っぽいって言ったのはちょっとよく分かんなかったなっていうのと、あと4がグレー精査雑だったなって2周目は思ったっすね。なんか8気が乗っかったって言ったけど、俺釣り位置3、4、8で上げてるから全然乗っかりではないんだよね。だからちゃんと8と9分けてほしいです。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。3番のプレイヤーが選ばれました。3番のプレイヤーは発言してください。まあ私から言うことは何もないですね。5番さんが白としか言えないですけれども、ただまあね、6番さん7番さんが3番のことを少しでも芯を追ってくれていたので、まあ、そこはすごいありがたかったかなと思います。4番さんと5番さんは明らかに3がおかしい、8も9も3番がおかしいって言ってるけど、8番さんは1番さんのこと叩いてた、初週で叩いていたはずだし、9番さんも
3、4、8って言ってるわけだから、ね、だから3番さんのことをさ、白く言うってのはおかしいと思うんだよ。だから9番さんもおかしいなと思ってるんだよ。だけど5番さんは白なんで、やっぱ俺は2、4だと思ってます。やっぱり4番さんが2番さんに釣り寄ってるってところが怪しいなと思ってるんで、まあ2番が黒かなと思ってるんで、まあ上市や、じゃあ釣り市はね、2番さんから言ってほしいなと思ってます。夜が来ました。目を閉じてください。まあ、2カメロ、2カムかな。俺カム、2カミそうだね。カミチって言いかけたね。朝が来ました。昨夜死んだのは6番。7番のプレイヤーは発言してください。なるほど、なるほど。そうですね。旧騎士。まあ、とりあえず1詰めればいいんじゃないですか。うん。いや、俺はちょっとなんか3番の遺言はちょっとわかんない。俺も怪しいとは言った気がするんだけど、聞き漏らしかな。まあ、1番に関しては、じゃあ分かった。1番に関しては、まあちょっと、あれだな、4番の発言を聞かないとわかんないかなと思ってるんだよね。その、俺は初週4番。で、片白です。ムラスラをしたら釣るっていう進行だと思ってるから、4番が片白でムラスラを釣るのか、それともそもそものランテージの段階から片白のバンバンランテージしていきますようなのかが知りたいな。そこでいいんじゃない？まあ、聞き漏らしたって一番に言われたらどうしようもないけど。まあ、でもこれ最終日4行かれそうだから、うん。まあ、4番さんは、ちょっと弁明しといた方がいいんじゃないかなとは思う。あの段階で三振切ってるんだったら、まあ、グレー詰めとかでもいいのかなと思うから、もっとグレーの精査を伸ばした方がいいなとは思ったから、8、9どっちかかな言ってた。グレー精査甘いんじゃないっていう指摘は、まっとうかなと思ったかな、うん。俺は3を確定にせとは思わなかったけど、3番と1番が2セっぽい消去法の2審とは言ったかな。まあ、1の判断それでいいかな。とりあえずまあ1の方とそうかなとは思ってる今現状ね。まあ、でも1に聞きます。8番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ5が盤面上隠し色になったのかな。だからはい、まあ1番と2番の発言聞いて今日釣り位置決めればいいと思ってますので、まあ占い理由と現状の黒位置を聞いて、まあ、投票考えればいいと思ってます。まあ9が狩りだったら実践47で、まあ1周目からの印象が強いんだけど、まあ進行論の違いなのか分かんないですけど、まあ、現状47だったら4番の方かなと思って、まあ7番もちょっと言ったんですけど、うん、進切るんだったらやっぱね、4支点3の陣外を確定するんだったら1日目グレー釣りとか、もしくは2日目も、うん、1、2地点のグレーを詰めた方が強いと思ってるので、まあ、進行の違いかもしれないですけどね。はい、今日は1、2聞いて決めます。9番のプレイヤーは発言してください。はい、1か2に入れましょう。3番が進歩く見えてないんだよね。だから、うん、まあグレー行ってもいいかなぐらいに思ってんだけど、なんか4番が3番の色結果が問わずグレー行く思考があったから、4強の進路路だったら嫌だなとかっていうのもちょっと思ったから、まあ占い詰めましょう。基本的には1か2に進がいて、3が偽で、
5が白かなとは思うんだけど、うん、って思ってる。4番はちょっとグレー再生させて、して落としてもらってっていう形かな。うん、なんか4か8にいそうな気がするんだけど、まあ7のローケアが必要かなとは思うかな。7のローケアをする村だと思って、7かローだったら7は届きづらくなってるから。1番。いやー、5番さん占って結果しろ。まあ5番さんって俺まず1周目から怪しいんだじゃん。俺4番さんの印象が良かったのね。まあ、なんでかっていうと、まず言ったじゃん、狼って仲間囲って、まあ、自分の城先が強靭の時って、まずグレーに人外、一人もいないわけね。で、4番さんってそこまで圧をかけてる人物。で、5番がそこを4叩いたのがすごく違和感で、で、2周目になった時この状況じゃん。普通サンゴロウロウに見えない？だからもう初日囲って相談してるから5番って4叩くんで、4番って片白から行くって言ってるから。だからもう産後に見えるっていう発言を2番さんも便乗してるんだよ。だから2番さん強靭で自分と同じで産後に見えて5番囲いに行ったんでしょ。それで失敗してる。2が今日の産老だと思ってて。まあこの状況になると俺4番さんだと思ってる。その理由って4番さんって3つってグレー行こうって、4番さんって3のロー見えてない？なんか見えてる気がする。で、多分9番さんって俺声してくれてるから、2つったところで俺噛まれると思うんだよね。9番さんって初日俺かばってくれって8が1叩いてて、9番8叩いてるってこと多分9番さんって1声してくれたと思ってるから、多分2つっても俺噛まれるだけなのよ。まあその時は、まあ、4番つって、ニナは使えるんだけど、俺はもうちょっと今日、グレー冷たいかなと思う。2番さんも4いける ?4 いけるなら4行こう一緒に。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、そうですね。まあ、自分も4番が怪しいかなと思って聞いてたんで、もうなんか知んないですけど、強人さんとすごい思考が合っちゃってるんですよね。まあ、便乗って、ってなんか一番さん自分に言ってるんですけど、まあ人分に自分目線って言ったら一番の白結果を持っていて、まあ一番強靭っていう考えた時に、あの3番が5番に白打ってる状況から割った場合って、実践で一番見えやすい構図ってやっぱ3番5番ローローが一番見える盤面かなと思うんですよね。で、7番っていう人物を評価してる状況下で、そう考えた時に、まあ一番3番5番が多分実践点で一番見える構図だと思うんですよ。で、4番が怪しかったのは、まあ今、強靭さんも言いましたが、まあ多分4番の昨日の思考って3番で狼が落ちる思考だと俺は思ってたんですよね。だから自分はまあ仮に6声が入った時に、6番で実践で分かってる黒結果が落ちた場合、5番が進行で4番を釣れやすい行動するために俺は5番の色結果を見て、まあ白が落ちればいいな。で、隠しが落ちた場合、5番の進行を取ってもらえれば、4番まで俺は引き入れる構造だと思ったから5番を占ったんですね。仮に4番とか別の場所を占ってしまった時って、騎士が潜伏している状況か、5番っていうのは騎士がないのが昨日の発言で分かっているから、騎士が白が刺さってしまった場合って、ぶっちゃけ無駄占いになってしまうってことを考えた時に、まあ、5番占いが一番丸いと思うんですよ。はい。まあ、そう考えたら多分、納得いくんじゃないかなと思っちゃってて、まあ、7番は、まあ、俺は結構一定数評価してる盤面があるから、まあ、4か8にラスールがいると思っていて、で、4番が一番濃厚かなっていう思考ですね。はい。まあ、占い勝つ目だったら一番帰ってほしいし、まあ、グレー詰めてくれるんだったら俺も4番を詰めてほしいと思ってるぐらい。はい、4番のプレイヤーは発言してください。まあそうですよね。皆さんがまあ4番さん釣り飲みたいんだったらいいですよ。僕も全然俺釣りは飲めるんでね。別に走らせても構いません。そうすると今の占い師の発言聞いたらちょっと1番さんの方がかなり偽っぽく見えたかなって思っている。うん。別に俺はもともと3番さんのシーン切ってるんでって構いませんのねって話だから。うん、5番さんがまあ、1日目の発言言ってたのは、まあ、なんつうの、俺がまあ3番さん狼見えてんじゃない、まあ見えてる狼なのかなって言ったから3、4狼って言った。で、そうすると7番さんの8番さんのまあ発言捉えてるとしたら正直8番さんが俺今かなり濃いかなって思っている。だから、俺ね、今日柱なるんで、2番さんは8を占ってもらいたいかな。1番さん7占いで。そうすれば俺多分、占い真偽わかるんじゃないかなって思ってる。かな？うん。
まあでもなんで、まあ単純に言えば6番さん噛まれたのかって話なんだけど、まあ多分3番さんの色を見せたくなかったんでしょうねって話だから。はい。まあもし本当にこれが3番さん死んだったら、俺は非常に申し訳ないことをしてしまったなって思っている。だけど3番さんの遺言の発言聞いたらね、あんまり真にも見えなかったんで、まあ私は2番さんと1番さんのどちらか真いるかなって思っているんで、はい。思っています。7番さんも8番さんも裏返し行こうとしてるけど、じゃあ僕釣ればいいじゃないですかって話なんですけど、はい。なのでね、はい。別に構いませんよ。とだけは言っておきます。僕はもう3番さんのシーンはないと思ってんで、まあ、さっきも言った通り、1、2だとしたら、まあ2番さんがシーン。多分まあ、相方、ラスイッチは多分ほぼ8番かなって思ってる。やっぱり5番ってか、まあ、まあ、意見乗っかってそれで評価集させたかったのかなって思ってるんで、個人的な意見だとして。まあ私はね、占い師には投票しませんので、僕は初投票か、まあもしか、まあ自分に入れよっかなーって今、どちらか考えています。以上。5番のプレイヤーは発言してください。あるかなぁ。釣り切りますか？でも4番最後いっちゃうかもしれないですね。でも、これ仮面見たときって、まあ昨日俺が言ったのは、まあ3番の狼で、まあ3番がこれ噛んでるかっていう可能性と、まあ、紙だけ見るとね、まあ、昨日一旦指定してるけど3番が狂人で2番の人狼の紙筋って6しかないじゃないですか。6紙ね。4番それでも2が真ですか。4番の主張で3番の色結果を見せたくない人間が1、2、3にいるとしたら3番か2番でしかないから、まあ1番と2番なんか正直俺から見るとめちゃくちゃあれなんだよな。後付けでしかない。俺が4番の昨日挙げた要素で4番の人狼を追って、でもそれまでは5番疑ってましたってのはこっちからしたらなんかめちゃくちゃあれなんだけど、いや釣り切るか、なんかいや釣り切るわ普通に。なんかもう俺占ってきたし、俺のこと疑ってる時点ちょっともう無理かな。1と2はちょっと無理かな。俺のこと疑ってきた時点3号神とか多分ないと思うけどね。6番さんも言ってたけど3号神を追えないって言ってたのに3番って、まあ、そもそも3番釣った後5番占ってどうすんねんって思ってるから、まあ1番2番釣り切るか。4番にはそれ聞きたいですね。なんか発言聞いて2の方が真に見えるか。別にどっちもトントンじゃない。なんかどんぐりの背比べ、オブどんぐりの背比べしか俺見えなかったけど。で、4番が3番の色結果を隠したいっていう意味で6番を噛んだって考えたら2番が一番濃厚ですよ。紙だけ見たらね。まあそれか3番の人狼、どっちか。って思いました。まあ7か8にいるパターンもあるけどね。3番が人狼の時って俺1か2噛みそうだけどね、4番だったら。3番の黒結果わざわざ落とさせようとするはずだからって考えたら3番5回だったら78かなと思ってるけど、まあ行きますわ占い。投票を始めてください。信じてください。私は決して悪人ではありません。2番のプレイヤーが選ばれました。2番のプレイヤーは発言してください。なんか俺を疑ってきたから別に1番2番トントンなんだよなってなんか5番が言ってますが、別に自分視点って当たり前じゃない。場面だけで見たら1番狂人、3番狼って見えてる視点の状況下で、3番の狼が集団で白を刺してしまう可能性がある状況下で、5番っていう人物を囲う構図って別に実践で見える構図ではあるくないって思っちゃうけど、そう考えた時に。別に4番の発言は俺は汲み取れてはいたから、別にどっちかって考えたら5番の方が、まあ言ってる理屈としては6番の思考に乗っかった場合は、5番は4番に対する思考を述べるべきだし、昨日に関して騎士が潜伏している状況か、騎士を占ってしまった場合って無駄占いになってしまう可能性があるから、5番って、まあ、自分が、まあ、一定数あれなんかなんだろう、別に占いても問題なさそうな発言をしている時点で5番の騎士がない状況かったら5番で、ね、白が落ちた場合って、まあ、隠し色になる可能性だってあるんだから、5番占いって別に定着じゃない。なおかつ自分も4番を怪しんでる視点があるからこそ、3番の黒結果が見えた際に5番を確証すれば4番を釣りやすくなる行動でもなくない？そこまで考えて俺5番占いしてるので、まあ、それを聞いて納得できないんだったらやばいですね。はい。シンプルにちょっと納得いかないわ。はい。まあ俺は4番かなって思っちゃってるんですよね。やっぱり、シンプルに。
俺は4番が3番黒結果落ちる人物を知ってる人物だと思っちゃったんですよね。はい。まあ髪だけ見たらまあ5番の思考はまあわからなくはないんですけど、6番髪、まあ3番の白結果を見せたくない2番狼、まあその思考はねわからなくはないんですけどね。まあ、ただ自分の視点で1番教授で3番狼鉄線が見えるからこそ、俺は4番を釣っとくべきかなと思っちゃったんですよね。はい。まあ、俺は4番だと思ってるんで、はい。5番と9番の進行に従ってください。夜が来ました。目を閉じてください。シーンありそうだけどね。朝が来ました。昨夜死んだのは9番1番のプレイヤーは発言してください。いや4黒、昨日4入れればよかった。もう5番さんがもう占いから行くって言うから、俺絶対釣られちゃいけないからもう2に入れたけど、2番が俺に入れてなくて4に入れてる時点で2番さんのシーンって切れると思うよ。まず2番さんの偽要素、多分ね、2番って俺のことご主人だと思ってんだよ、多分ね。2番さんって。だから2番って俺ご主人と思ってるから、もう4に入れたんじゃない？俺ご主人だったら4ってないじゃん。だから俺ご主人と思ってるから、もう4に行ったんだと思うよ。2番さんの偽要素って常に便乗ね。俺しっかり考察で残してるじゃん。4番さんが片白釣りからって圧かけてるから、それって狼が占い出るときに囲いって出にくくなるじゃん。片白から釣られるから。そこを5番が4番に叩いたのが俺違和感だったかって、この状況で2が1白、3が出たとき3ゴロロって言ったら2番さん便乗でしょ？昨日も便乗でしょ？だから2番って1をご主人と思ってんだよ、常に。それ2が今日ね、3がロー。その相方4ね。4番さんのロー要素を言うと、3番さん釣ってグレー行きますって言ってるじゃん。あの時点で3の相方なんだよ。仲間じゃない。で、1と2どっち心境か分かってないから。だから噛めてないのよ。4番さん俺のことをなんか狂人とか思ってるかもしれない。俺真なんだよね。で、俺尋常だったら絶対あのストーリー作り上げてるなら5に黒打つよ。まあみんな2が死んって言ってる状況で、次の日俺釣りになるんなら、騎士炙り出すために、ご苦労打つよ。今日4行って、俺死んで決め打って。4番のプレイヤーは発言してください。いやーこりゃーね、本当に失敗してしまいました、本当に。はい。まあ1番さんの偽はもう2日目で見抜いたんですけど、いや、申し訳ないです。そしたら、1番さん目線だとしたら、ほぼ3、4狼で見てたじゃないですか。で、そうすると、1番さん目線って2日目になんで5番さん占ったんですかって話。5番さんの、まあ、言ってることとほぼ1日目言ってたじゃないですか。3、4狼かもしれないって。まあ、そっくりそのものじゃないですか。まあ、僕はグレーがいけるっていう発言は、まあ、そもそもまあ、まず結果的に言うと、まあ、自分の入れた理由に限っては、まあ、うん、多分どちらか占い師入れてくるかなと思って、まあ2番さんが結果的に入れてきたけど、多分2番さん狂人でしょこれ。多分1番さん狼だと思って多分僕に入れたんじゃないかなと思って、じゃあどこが真かって言ったら、まあごめんなさい、多分3番さんですよねこれ。
いや、本当にこれ間違ってたらごめんなさいとだけは言っておきます。はい。まあ、とりあえず1番差詰めて、まあ、7と8なんですけど、やっぱり8かな、俺は。ずーっとなんか便乗してるように見えたし、はい。もうそれしか言えない。はい、以上です。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、1釣ります。まあ、1番さんが4番占って3、4狼の理論は、まあ、全部俺が初日の2週目で言ってることだから、まあ、それをずっと言われても俺からしたらもう初日で思ってたしって思ってることを今更言われてもなんかあれだから決め打ちは絶対しないんで、まあ、7番と8番の発言も聞きたいし1番は釣ります。で5番占ったことをちょっと悔いててください。透明になって、まあね、7番、まあ、4番はでも今更3番のシーンを生んだと思うけど、だいぶ落ち度だな。8はね、4言及は正直そこじゃないから、その考え方の違いのみで押すんだったら8番はちょっと変だと思いますよ。で3番つって3番の新切りを行った時に 1,2 のグレー視点を詰めるんじゃなくて 1,2 の占い1とグレー次の日に処刑する1さえ占わなければ別にそれはやること変わんないから、2日目にグレーを釣るのと1日目グレーつって3番を釣る行為と3番をつって1番2番の占い択じゃないところ、まあ、てか占わなくても今5番とかね、5番が黒いんだったら 1,2 に5番以外占わさせて3つって5を釣ればいいから、やってることそんな変わんないから8番の4番に上げてる黒よさは変です。まあ7番もありそうなんだけどな、普通に1,3が偽っぽいから消去法で2が真。まあ、この行為を狼でやるかなんだよね。2番と7番だった時は多分3番白結果をして2番の破綻をする可能性、まあ6番を噛んでるからね。これについては分かんないけど、まあ、発言聞きます。今日は1番に投票してください。7番のプレイヤーは発言してください。段階で自分も1番2戦めくれったから、4番がなんでそれでも4投票してるのかマジ分かんないからそこだけ聞きたいわ。それで 4,8 決めようと思ってるかな。一番のおかしい理由って昨日の段階下で自分が噛まれるって発言したんだけど、そうなった場合で3クロ落ちてるときは3番4番じゃなくて2縄くぐれるのって7でしかないと思ってるから3番7番か3、8じゃないかと思うよ。4に行くか、だって1番噛んで4番3番ローでどうやって戦うの。絶対2縄食い買いくぐれないと思ってるから1番のスケールがおかしいと思ってるし、あそこでの2投票って正直2番4番がないのは分かっているけど3番ローキテンの4番があるかもしれないから1番が2に行ってるんしか見えないんだが、まあ普通に5番が占い投票って言って2に行ってるっていう論は通ってるとは思うけど、でもその紙の考察で自分が噛まれるそうっていう話からの3番4番追ってますで2に入れてるんでしょ。ちょっと俺1番は興味だと思ってるから、まあこれ4番と同じで三振なんじゃないかと思っちゃったかな。多分2番ローキテンで4問8もなくない ?2 ローで2、4ってどうやんのって思うし、2番、8番で、確か8番って2投票してるでしょ。あ、ごめん、1投票してるんですけど、笑った。まあ、2、8あるのか。まあ、だとしてもなんか、あ、そうね。あ、違うわ。俺そうだ。俺2、8で見てるよってしてんだ。ごめんなさい。頭かれちゃった。ちょっと今頭いかれた。すいません。ちょっととりあえず1。8番。のプレイヤーは発言してください。はい、まあ今日は一番釣りでいいと思っていて、はい、一番釣ります。で、まあ自分から見えてる世界を言っておくと、まあ、まず5番に返す、ごめんなさい、私の理解が追いついてないかもしれないけど4番が言ってることって3番の芯を切るんですよね。まあ今更言っても遅いけど3番の芯を切ってで、まあ、切ることはまあ100歩言って分かったとしてなぜ地釣りを飲むのかっていうところ、もし4が村だった場合って自分が死んでもあんまりメリットなくないですか。それこそ1周目で1番とか2番とか3番とかが言ってた村りがないと客観して見られる行動だから、それがよく分かんないの一つ。まあ、あと5番に突っ込まれたことに言うと、私がごめんなさい頭が悪いかもしれないですけど、
グレーを詰める、新切りするんだったらもう初日からグレー詰めればいいんじゃないのっていうのが私の論ですかね。3進切るんだったら2と1視点のグレーを詰めて2日目3するとかね。まあそれはいいや。で4番に1つ返しておきたいのが、8番は便乗したとかって言ってるけど、私1周目で5番となんだっけ5番と7番いいよって言って4番と1番釣りたいよって言ったから、特段6番と7番に対してあのなんだ便乗はしてないよというのだけ弁明しておきます。はい、今日は1番釣りです。以上、投票を始めてください。1番のプレイヤーが選ばれました。1番のプレイヤーはこれよく聞いてね、よく聞いてね。まずね、まず自分がローだった時、自分のローと相方が7、8にいない要素を言うと、まず7番さんって1周目6怪しいんだよね。7番が6怪しんでて、自分が6白打つ行為って1、7に見える見えないよね。8番さんって1周目誰釣りをした？ 1 釣りをしたよね。8、1に見える見えないよね。だから7と、8と、自分とラインがないのよ。で、昨日も1、2ランで7と8って1投票してるから、自分が狼の時7と8って相方ないじゃん。で、俺が狼の時2が強よね。2が強人1がローだったら3進じゃん。三振だったら三釣られた時に六噛む必要ってなくね。五噛んだ方がよくね。二グッチョブ起こされるんだから。だから二が今日一ローの時三釣ったなら五噛むよ。五がもう釣れない位置になるんだから。だから、一と七と八ってつながりないんだよ。だから四のローってまあ五番さんが当たってたのがすごいね、一周目に。ちょっと俺がやっぱ狼白大きいで見たのがちょっと悪かったと思う。そこは悔いてるから。けどその4番さんの黒要素を言うと、まず3番釣って次の日グレー行きましょうって言ってる時点で1と2噛まない人物ってわかるよね。3番の狼仲間だから知ってる。次の日グレー行くからもう噛んでないのよ。噛まずにどっちかわかんないから、どっち進かどうか。で、グレー行くからもう3のローって知ってる人物だから。頼むよ。4釣りね。夜が来ました。目を閉じてください。さあ、どうなるんだ。結論、ご主人誰なって感じ。ちょっとアンケート行こうか。ミルダムアンケート行きましょう。アンケート当たるからね、めっちゃ。はい、どうぞ。ミルダム投票。朝が来ました。ご主人は誰だ？昨夜死んだのは5番。おお、均一だね。結構。7番のプレイヤーは発言してください。うん。まあ、2、8か、まあ、3番引っ張るんだったら、まあ、4、8どちらもあるっていう結論。で、1番は強人確定とします、僕は。やっぱ1は強じゃなかったら出てこんでしょう。なんであそこで3番釣りから入って、それで2、1で噛まれるっていう発が出てくるの？意味わからんし、それだとしたら7なんじゃないの？言い方悪いかもしれないけど、ヘイトは集まっていなかったと思ってるから、そこで3、4を追ってる姿がマジ今日にしか見えんし。うわ、7が多いね。いや、でも俺こうなった場合なんか三振の方がある気がするから、
だった場合2だった時は俺オートで8なんだよな。いやーでも俺4番のいいところって自分と同じタイミングで3のシーンを追い始めたところが、まあこれは1番から4クロ出てるからかもしれんが、そういう面での4番評価あるんだけど、もし発言で言ったら、まあ、微妙ではあるかなと思ってる。いやまあ決め、まあ俺に来るって人いるんだったら別にいいですけど、俺は48。いやでも俺な、こうなった時って2ローだと思うんよな。3ローで、3ローか。いやこれ6の結果がマジで知りたかったな。いや3の色次第でマジで俺視点変わったのに。オーディエンス7が多いね。聞きますか。8番のプレイヤーは発言してください。はい、まあそうですね、現状4より、まあ発言聞きますがって感じですかね。なんだろうな、三振に、どうだろう、わかんねえな。四が黒だった時の相方位置が、八が少ないな。二振一強、三黒四黒、三黒四黒はなんかな。三振五白で二一強ローって考えるのがいいのかな。はい、ちょっと考えますが、昨日までのフィーリングでは4番、まあ1周目から言ってるけど4番かなと思っていて、まあ4番が私に入れるって明言するんであれば私は4番に入れざるを得ないの でもし7番が人狼だった時はそれはもう終わりです。4も8が村だった場合で7人狼だった場合もう終わりなので、まあ4視点で見える世界を言ってほしいですかね。はい、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。8番さん言いたかったのはそれだけですかなって、普通になんか今の薄いなって思ってた。じゃあ僕が全部言いたいことは言うんでね。でこれで負けてしまったらもう申し訳ないなと思ってる。もうまず発言から言うと、まず裏返しはね、1番さんから3番さん、初日では3番さん偽だと思ってた。3番さん偽だと思ってたら単純に2番さん芯取りたくないっていう発言を残してた。だから3番さん、2番さんに行こうっていう発言言ってた。だから俺3番さん偽だと思ってた。で、それを次ね、2日目の段階だとしたら、1と2の精査だとしたら投票見た限り2番さん僕に言ってるんでね。まあ別に狂人とは思って、狼とは思ってないんだよね。俺は普通に2番さん、まあ、投票見たら強人かなって思ってた。で、1番さんがまあ僕に黒、てかね、3位狼って言ったんだよね。それは7番さんがほぼ言ってくれたんだよね。言ってくれた。これ1番さん強だろって思ってるけど。そうすると8番さんっていう目線だとしたらさ、1、2、3ってかさ、僕行くんでしょ。じゃあ、俺の、まあ、相方位置どこなんですかって話。なんで2番さん、普通だったら2番さんだと思わないって話。3番さんじゃないとしたら。素直に僕だったら2番さんって言うんだけどな。そうすると仮に、なんつうんだろう。俺がまあ行って、まあ釣られた時っていうのはさ、そうなんね。そうな、まあそうか。わかるんだよな。まあ相方が2番さんって。なんでそこが言えないのかなって。そこなんで引っかかる点は。7番さんはまあ1番さん強人。今日本当に1番さん強人かなって思ってんだけど。山見さんギフトあれが。まあ、僕はまあ正直答えると1番さん狼だと思ってる、今。ね。はい。7番さんと8番さんどちらかに行くかは僕はもう決まっています。これで間違ってしまったら本当にごめんなさい。以上です。投票を始めてください。どうなんだろう。8臭いけどね。オーディエンスみんなあれ7なんだね。どうだ。リスナーアンケート。リスナーアンケートは完結。7が多いね。4番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。8だ。妊娠だ。妊娠の3、8、ローローでした。
たきたきたきた。聞こえる？聞こえますか？聞こえる？聞こえるよ。オッケー、よかった。2位釣れたのでかいな、あれ。球がめちゃくちゃ村に見えてましたね。球騎士だったの痛かったっすね。待って、4番さん、なんで最後ちょっと明言してくれなかった？合わせられるからやろ。いや、でも合わせられるって言われても、7番視点って4番がどっちか言わなかったら、4番が7番来た時、俺が8番行っても PP にしかなん、PP って決戦で終わるだけだから、釣れないっていうのが一番、この、なんか、PP に、PP っていうか、普通に、ロー勝ちにしかなんないから、4言われないと俺、4にしか行けなくなっちゃうんだが。いやー、強い。8番戦よく噛まなかったね。どっち進化分からんかった、8番さん。いやーもう全然分かんないですよ、あの1、2は、はい、ああだから噛めなかったんだ。もう1か8か6しかない。あれどっち噛んでも4と5名は使えたんじゃねえかな。いやもう、うん、あの言葉が弱いので無理です。うん、3、8か。いや、俺分からんかった。2番のご主人もありそうな気がしてきたよね。4行くっていうから。いや、そう、実際一番強靭つけてたっすよ。なんか、強靭。いや、そう、だから4番さんが最後、1番さんを狼で追っちゃったから、7番さん4番に。そうそうそう、その視点がマジでそう。4番が1番狼で追うのもおかしいし、票をぶらそうとしてんのかなって思っちゃったから。4にしか行けなかった。ちなみにミルダムアンケートは7番さんが36票、4番さんが16票、8番さんが15票で、8番さんが一番投票少ないから、リスナーさんは一番8の乗ってない。7が一番優秀じゃないですか。これ最後は8に入れますけどね。うん、俺も8入れたかったっすよ。俺も8入れたいけど、4番がその発言されたら4にしか行けんくないですか。4番が7投票するって思ってたら負けるんですよ。あ、